大阪市長は大阪市の市長たる特別職の地方公務員。1889年大阪市が発足するものの大阪は東京、京都ともに特例として市役所は設置されず府知事が市長を掛け持ちすることになり参次会や市会にも市長の代わりに府知事が出席していた。1898年政府が東京、大阪、 京都の市政特例を廃止し、市役所が設置されることに伴い、市長も選出されることになった。大阪にふさわしい人物ということで、住友吉左財門を候補者に押す派もあったが、1898年10月12日、初代市長に南区の商人、田村多平が就任する。任期は6年。その後も大阪市会で市会議員による投票で、 市長を決定していたが、第二次世界大戦後の1947年4月に、公選制となり、初代公選市長に、近藤博が就任する。以後、市長の任期は4年。1963年から2007年まで、5大連続で、現職市長の助役が次の市長に就任していた。2007年に毎日放送元アナウンサーの平松、国夫が、 大阪市長に就任したことでこの路線は途絶えることとなった。現在の大阪市長は21代目の松井一郎である。当日有権者数218万9852人最終投票率52.7%当日有権者数212万7593人最終投票率 50.51%当日、有権者数2114,978万人、最終投票率23.59%当日有権者数2104,977万人、最終投票率60.92%当日、有権者数2073,215人最終、投票率43.61%当日、 有権者数206万849人最終投票率33.92%当日有権者数204万5970人最終投票率33.31%当日有権者数201万1564人最終投票率33.55%当日有権者数 199万1452人、最終投票率28.45%、当日有権者数195万3318人、最終投票率34.26%、当日有権者数191万6369人、最終投票率42.95%、当日有権者数 185万1096人、最終投票率 37.、37.60%、当日有権者数、186万3179人、最終投票率 39.、39.67%、当日有権者数、194万374人、最終投票率 43.、43.34%、当日有権者数、204万3674人、 最終投票率 34.、34.85%。当日有権者数、205万5700人。最終投票率 61.、61.56%。当日有権者数20、202万6429人。最終投票率 57.、57.67%。当日有権者数、185万3596人。最終投票率 68.、68.14%。 当日有権者数、158万6581人。最終投票率 66.、66.73%。当日有権者数、140万3696人。最終投票率 60.、60.92%。当日有権者数、108万6962人。最終投票率 71.、71.98%。当日有権者数、 819286万人、最終投票率49.92%。ありがとうございます。